堀内久美子は、日本のフリーアナウンサー。福井県鯖江市出身。本名は、堀内久美子。鯖江市中央中学校、福井県立竹尾高等学校卒業。福井県立大学経済学部経営学科卒業後、2006年4月から、FBC ラジオの朝ワイド番組、元気一番のアシスタントを担当。血液型は B 型。 身長168センチメートル。2008年4月に、堀内久美子から改名。ニックネームは、堀久美ちゃん、久美ちゃん。国際恐竜シンポジウム、くずりゅう子、まなひめ子、サマーフェスタ関連祭事、子どもフォーラム、第8回サバエ中学校吹奏楽部、定期演奏会など、各地のイベントや式典などの司会を務める。小学4年生から大学2年生まで吹奏楽で、 クラリネットを担当していた。大学時代は七色の岩堀道子を含むメンバー5人でピンコロというマールズバンドを結成し、ボーカルを担当していた。趣味で食品サンプルの収集をしている。一番好きな観光地は食品サンプルの名産地である岐阜県の九条八万。2008年4月29日よりサークル計算クスにて北陸面白。 ネット無効う3県領となりの企画弁当、久美子の愛情おにぎり弁当が期間限定で発売された。2010年3月2日より、ローソン中部地域限定商品、北陸美味しいバトル第1弾の企画商品として、いちごメロンパンと、蜜つきんと入り、モンブランプリンが期間限定で発売された。また、第1弾が好評のため続けて、 北陸美味しいバトル第2弾として、と、三つ金時入りで日誌、カラメルタプリンも、同じく期間限定で発売された。NHK ラジオ第1で、各週火曜日に放送していた、亀渕明信の日本全国ラジオ巡りで2012年8月14日、順安度組の時間外受付が紹介された。ありがとうございます。